どうも、このまるです。キータロです。今日は追っかけ雑とシャープ10の1について話していきます。今回はチーム B の話になってて、まあ、流れ的には前回のまあ個人面談とか、そう、なんかそういったところを受けて、なんか中間発表までの間っていう感じだったね。そうだね。まあ、そうだね。でさ、その個人面談後にさ、なんかもういいものを作るという意識が欠けてるみたいなテロップとともに、うんうん、俊介くんがリーダーとして引っ張るみたいな感じになってったね。そうだね。うん。なんかその俊介くんが指摘を受けたことによって士気が上がったって言ってて、うんうん、まあ、改めてなんか部屋に戻ってもう一回構成塗りますみたいな、話し合いますみたいな感じで、うんうん、またリスタートみたいな、新たに始まったね。そうだね。なんかさ、でもさ、ほんとさ、そのシリアスななんか感じとちょっと関係ない話するとさ、あのお部屋に戻った時、そのやっぱ、うん、布団とかさめちゃくちゃ畳まれてて後ろになんか服ハンガーでめちゃくちゃかかってるし、うん、なんか掛け布団というか、もう毛布みたいなのはすごい乱雑で、すごくね、いいよね合宿感満載だよねそう、なんかさ、そういう部屋の感じとかやっぱちょっと見ちゃうよね、オタクって。ああ、見ちゃう見ちゃう見ちゃう。そうそうそう、うん、そう、面白いなと思ってさ、なんか個性出るよね。個性というか、まあチームの雰囲気出るよね。わかるわかる。ね、面白い。か、布団とかさ、とりあえず寄せたや、みたいな。なんかとりあえずギューッと寄せました、みたいな感じとかおもろいよね。そう。もうスーツケースとか開けっぱなしだからね。まあでもそう、1ヶ月合宿ってなったら、まあ開けっぱなしが使いやすいよね。うん、使いやすい使いやすい。いや、確かにそういうのも垣間見れて面白いね。うん。で、まあ、改めて最高の楽曲を目指すチーム B、みたいな。うんうん。そうだね。本人たちもなんか、濃い一日だったと、俊介くんとかね。うん、まあ、あと、りょうきくんは、まあ、なんかどうしたらいいのって素直に聞けるようになったから、まあ、そこはグループで成長できたかなって思ってますって言ってて、まあ、面談を得て、うん、なんかまあ、本人たち的にも、まあ、やっぱ前向きになれたんだろうね。うんうん、そうだね。で、まあ、ジュノンくんのさ、なんか自主練みたいなとこが始まったね。そうだね。あの、黄色い結構ね、真っ黄色のね、蛍光の、うん、そう、黄色のパーカー着ながら、まあ、これもなんかあれなんかな、大学のモデルのやつなんかなファッションブランドの。確かに。なんか、そう。アラーム誰かに止められてとか言って、すごいもう、なんか寝ぼけまなこのさ、ジュノンくん、かわいいよね。かわいい。すごいさ、本当に、この子あれな、あの、ビトロイヤルゲームでサングラスしてた子な。まだ疑っとるから。いやー、そうね。ほんと、かわいいよね。うん、てかさ、ジュノンさ、今回さ、やっぱ、チーム B の割とさ、シリアスな面が多い中、なんか、すごい癒しみたいなとこをくれるん、ジュノンなんよ、大体。あー、確かに、そうだったね。こう、10の1通してね。そうそうそう。なんかさ、あの、コメントでもさ、以前なんか、共有とか教えていただいてたけどさ、うん、なんか、レコーディングした時のさ、もうジュノンの話しちゃうよ。レコーディングした時のジュノンが、なんか上手いから、本当に未経験なのって言った時に、まあ家では歌ってますみたいなこと言ったじゃん。うんうんうん。あのやつ見れてさ、これかーってなったしさ。そう。竜兵くんが冷静にね、それ未経験です、みたいな。いいよね、あそこね。あそこめっちゃ好き。あとさ、もう一つはやっぱり、もう一つはあの、なんか後半で、りょうきくんがインタビューに、お部屋の中で答えてるときに、後ろにさ、ジュノンがさ、もう足、膝立ててさ、もうなんかお菓子めちゃくちゃボリボリ食べてて、何これってなった。そう。しかもね、よく見たらテレビ見とるんや、あれ。テレビ見ながらお菓子食っとって。幸せの時間じゃん。そう。りょうきくん、すごいインタビュー真面目に受け取るのにめっちゃ面白かったよね、あそこね。受ける。いや、なんかさ、それでさ、うわ、これ気になる私だけかなと思ったらさ、全然 YouTube のコメントに同じような人いっぱいおって、みんな目の付けどころ一緒となったよね。いやー、わかる。まあ、オタクはそうだよね。うん。うん。確かに。なんか結構さ、B チームはさ、その、まあ、前回を受けてさ、ちょっとピリピリっとしとったけど、このジュノンくんがね、癒しだったよね。うん。かわいいのよ。うん。で、なんかその未経験のジュノンにレクチャーしたのがランくんでさ、うん。そう、なんかあの、なんだっけ、あの、101匹ワンちゃん的なさ、なんか、ヘアバンドみたいなやつ、めっちゃ地味に気になっとるんやけど、誰も突っ込まんから、そう、すごい気になるなと思いながら見とったんだけど、ほんと丁寧に教えとったよね。うん、わかるわかる。でも確かに俺も最初あそこか、あれ可愛いなと思いながらすごい見とった。うん、そう。でもなんかさ、あれだよね、ランくんはさ、その教えてる時も、その教えること自体がさ、うん、なんか刺激受けるみたいなこと言ってたじゃん。うんうん、そうだね。そうそう、なんかそういうのもいいよね。なんかさ、教えてあげてるみたいな感じじゃなくさ、うん、
そう、なんか教えてる時も何か得てるみたいなのを自分でちゃんと感じ取ってるってところが素敵だなと思ってさ。うんうん、そうだね。あとその素敵なところで言ったらさ、そのレイちゃんも来たじゃん途中で。うんうんうん。でなんかランくんがあ、レイちゃんっていうのも好きだし。あの3時の E チームの絆だよね。うん、そう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 。だし、まあ、今回のさ、クリエイティブ審査だったらチーム違うのに、なんかチーム関係なく教えてるランくんもすごい素敵だったね。あー、いいね、そういうのね。うん。で、また部屋に戻って、なんか竜兵くんがさ、なんかメロディーを考えてるところにメンバーが集まってきてたね。うんうん。そうだね。なんかさ、ここ雰囲気がさ、やっぱなんか前回の個人面談を得てからだろうから、なんか、りょうきくんもすごいさ、めっちゃいいじゃんとかさ。うんうん。なんかさ、まあ、全然りょうきくんだけじゃなくてみんながさちゃんとリスペクトして聞いてなんか意見出し合ってるって感じが良かったよね。そうそうそう。しかもそこでちょっと見逃さなかったんがりょうきくんがりゅうたんはどうしたいって言っとったん。あー、うんうんうん。もうそういうとこもね萌えポイントなんよ。かわいいね、りゅうたん。うん、だからそういうね呼び方とかも砕けられるようになってきてどんどん仲が深まってきてる感じしたよね。うんうんうん。でもなんかその話し合いもそうだけどさ、そもそも竜兵くんのさ、サビのメロディーのやつ、なんかその歌ってたじゃん、竜兵くん。うんうんうん。そう、うまーってかセンスーって思って。いや、わかる。なんかいいよね。なんか本領発揮し始めた竜兵っていうテロップもあったけどさ、うんうん、どんどんなんか竜兵くんがさ、なんかどんどん自分を見せてきたみたいな感じがいいよね。うん。なんか竜兵くんはやっぱりそういうさ、センスの持ち主なんだろうね。うん、まあそうだね。うん、てか社長ももうすでに見抜いてそうだからさ、なんかやっぱサンジでもさリーダーに任せてたり、うんうんうん、そう、なんか前回の個人面談の前はさ、竜兵がちょっと入ってきてない感じがするみたいなことを言ってたじゃん。なんかやっぱり才能があるのにもっと入ってきたらもっと良くなるのにって思ってる感じがあってさ。うんうん、そうだね。うん、やっぱ確かにこういう感じの曲作ってるとこ見るとさ、センスだなって、あるなっていうね、才能あるなみたいな感じするよね。確かに。だし、社長のそういう見る目みたいなのは間違ってなかったんだね。うん。うん、でね、まあ、俊介くんは学業で一旦ね、ちょっと学校に戻るっていうか、一回ね、宿舎を離れた感じだったね。うん。で、社長の前でね、楽曲、まあ、歌ってみるみたいな楽曲制作のとこに入ったね。うんうん。でもさ、なんかさ、思ったんが3日目で他のチームに比べ明らかに出遅れてるって、なんかさ、3日目でもう出遅れてるとかあるんだと思ってさ、なんか全然まだ早いって思っちゃうんだけど。うん。いや、そうだよね。普通にまあ、てか他が順調すぎるとこもあるよね、きっとね。うん。でも確実にさ、前日よりかは良くなってるみたいな、ここで見えてきていいよね。そうだね。なんかもう社長もさ、うん、まあなんか曲は昨日ので大丈夫みたいなとこからさ、なんか、まあメンバーにいろいろ聞いてくじゃん、メンバーから。うんうんうん。まあなんか構成みたいなところさ、話して、まあ構成し直した曲を披露みたいなところでね。そう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 。なんかさ、その歌ってるところとかさ、うん、なんか結構、前日よりは明らかになんかもっとやっぱマイルドというか、まあよくはなってたよね、みんなの雰囲気も。うん。なんかその意思は統一されてきてるなみたいな、なんか竜兵くんがさ前日だったらその戸惑って、え、ここみんなでやんのみたいな戸惑いとかあったけど、そういうのはもうなくなってたし、うんうんうん、なんかちゃんと堂々と歌ってる感じはあったよね。そうだね。まあ社長もやっぱいいねみたいなこと言ってるしね。うんうん、曲としてまとまってきてるねみたいなね。うんうんうん。そう、合宿で初めて褒められたチーム B ってテロップがある。よかったね。うん、ここでちょっとマジでほっとしたもんね。でさ、ここでまたさ、一人ずつこのレコーディングブースみたいなさ、マイク前で歌っていくじゃん、一人ずつ。うんうん。なんかさ、ジュノンくんめっちゃいいよね、歌。いや、わかる。そう、すごいね。さっき言ったさ、ジュノン、もちもちジュノンかわいいパートのさ、その家で歌ってますみたいなところの前はさ、本当にちゃんと歌ってるところでさ、うん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 。そう、そもそも普通にびっくりしたよね、やっぱり。そう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 。いや、ほんと、なんかね、この回でね、ジュノンくんの歌たくさん堪能できてよかったわ。ねえ、うん。いや、それ社長もさ、やっぱジュノン歌ってる時、もう一緒に歌ってるようにノリノリになってるからさ。うん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 。うんうん。気持ちはわかるよね。わかるわかる。ねえ、ほんとにでも未経験なのすごいよね。いや、すごいすごい。でもいつ見て面白いのよ。未経験って言っても家で歌ったりはしていますわ。面白いよ。わかる。もう、ちょっと天然ちゃんだよね。本当にサングラスかけるん、この後。まだ言うから。そりゃかけるんよ。
で、なんかちょっとそういうほんわかなさ、シーンもありつつ、なんか、その後のみんなのインタビュー、個人インタビューみたいなところでさ、うん。なんか、印象的だったのが、なんか、竜兵くんが、やっと殺していた自分を生き返らせることができた、みたいな。それ、すごいね。殺してた、うん、と思ってさ。ね。なんかさ、コメントでよくいただくけど、やっぱ当時、結構、まあ、しんどくて、竜兵くんは。なんか、リタイアも考えてたみたいなことをさ、なんか書いてあるじゃん、うんね、やっぱ殺してたまでそういう結構ね強めの表現だから結構しんどかったんかなって思ったよね、うん、そうだね。でもここで何か変われたみたいな、リュウヘク自身も変われたし、なんか自分をどんどん出すことができたの良かったよね。うん、アイデアを出していくっていう大切さをまた思い出すことができてって、うん、14歳がアイデアを出すことがもう一回言う、アイデアを出していくっていう大切さをまた思い出すことができてとか言うんと思って、すごっと思ってすごいね、それをその年で実感しているのすごいね。ね、アイデアいっぱい出してたんだね、すごいね。うん、なんか人生2回目なんかな。うん、いや多分そうだと思う。で合宿4日目でなんかダンスレッスンみたいなシーンもあってさ、うんうん、まあ、結構ここは多分チームの垣根ない感じで練習してたけど、うんうん、なんかジュノンくんがさ結構その先生に褒められたりとか、うん、表情いいねみたいな、うんうん、動きはまだちょっとまだ硬いけどみたいな、うんうんうん、なんかそういう表現力とか表情とかそういうところ、あこういうところでどんどん開花していくんだみたいな。そうだね、しかもここでやっぱ褒められるから自分の強みはそうなんだって認識するからさ、よりなんか強化されていくよね強みが。うんうん、そうだね。うん、もうほんと、とりあえずね、インタビューとか答えてるジュノンが可愛い。もちもちって感じ。わかる。これね、お部屋のインタビューとかね。そう。そう。ちょっとずつね、なんかお目目は見えてきたよ。前髪がね、分けられて。表情出てきたけど、もちもち具合はね、健在だよね。そう、可愛い可愛い。うん。なんかあとさ、その後さ、その終わった後さ、身長の話で盛り上がるゴールデンエイジのところあるじゃん。なんかさ、すごい話の内容的にはめちゃくちゃ可愛くてさ、うん、そうそうそう、でも好きなんだけど、なんか本編と関係あるのかないのか、とりあえず可愛いってなったん。わかる。ね、多分関係なさそうだけど、ちょっとほっこりするよねここ。そう、なんか社長が小さい頃は、まあ、中学生ぐらいの時はまだ身長小さくて140何センチとかさ、何このやりとりと思って。確かに。でも確かにこの年少組っていうのかな、一番年下の万年組3人がさ、うんうん、みんな結構さ、うん、身長違うから、うん、そういうのでさ、なんかお兄ちゃんたちもさ、なんか現れたね途中で。そうだね。お、年少トリオとかって言われとって。そうだね、翔太さんがさ反応してんのいいよね。そうそう、あそこも好きだったね。うん、これあれなんかな、みんなの癒しだったんかな、編集の人の。ああ、それはあるかもね。え、かわいいもんね。かわいい。でもさ、こういうのがあるってことは、もっとさ、うちらがやっぱ見れてないすごいかわいいシーンいっぱいあるんだろうね。うん、確かにね、その本編としては表には出してないけど、まあ、こういう日常的なやりとりみたいなたくさんありそうだよね。ああ、もうオタクは大好きだから、ほんとそういうのね。そういうのの詰め合わせとかでいいから見たいよね。わかるわ。うん、で5日目でなんかランくんの振り付け、なんかダンスの練習のところがあって、うんうんうん、でもランくんはちょっと結構不安要素が拭えないみたいな、結構いろいろ迷ったりもやったりしてるイメージだったね。そうだね。なんか最初のさ、この手話の振り付けみたいなところとかすごいアイディアとかもあって、そう、しかもそのなんかかつキャッチーでもあるし、すごいダンスとして見栄え良さそうだから、あ、めっちゃいいじゃんと思ってたけど、うん、なんかね、この動線のところで質問来た時になんか、あ、どうしようかなみたいな感じになってからのその流れがあって、うん、ね、なんかあれ、ランくん大丈夫かなってなったよね。うん、そうだね、ちょっと見てる方もちょっと不安になるっていうか、全然ね、なんか自信持っていいのにみたいな感じだよね。うん、そうだね、まあ、あれか、表現したいという気持ちがさまよっていて、なんかいろ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 考えちゃったんだろうね。なんかもう、で、それで負のループにきっと入られたんだろうね。ああ、そうだね。焦りと葛藤とか言ってるし。で、うんうん、まあその自分のやりたいダンスもあって、けど未経験者もいるから、まあどういう風に見せたらいいのかみたいなところで迷っとったんかな。まあそうだね。きっと、まあわからないけど、なんかみんなでこう作るって、やっぱり最初、なんかやったことないことってすごい戸惑ったりするじゃん。うん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 。まあそういうあれかね。なんかね、まだ慣れてないっていうところ。うん、そうだね。作り上げることっていうのもなかなかね、難しいしね。うんうん、でその後へーってなって、うん、言わせてよもう。もう言いたい人ないよ。
言っとるから大丈夫。で、まあ、なんか翌日に迫った中間発表っていうところで、まあ、もう一回振りの感じ、みんなで確認しながらね、やってて、まあ、まだ最後の方が決まってないみたいな感じで、ちょっと焦ってるみたいなところもありながら、その後さ、りょうきくんのなんかインタビューがあるのよ。うんうんうん。そうそうそう。なんか、内容的には、まあ、なんか、パートごとに分けてやろうかみたいな感じで、そう提案して、そしたらじゃあお願いしますみたいになって、りょうきくんがラップのところ作るとかさ、ダンスのね。うんうん、そうそうそう。なんかそこのさ、なんか、あ、いい感じにさ、なんか分担できて、お互い頼って、すごいいいじゃんと思ってるのはめっちゃ好きなんだけど、それと同時にめちゃくちゃ後ろ洗濯物がさ、あって、なんかもう、洗濯物ウォッチャーなんかな、私。確かに。なんか屋上みたいな星取るとこの前で喋っとるもんね。そう。てかさ、りょうきくんさ、なんかちょっと変なところでインタビューされがちだね。さから。お菓子ジュノンボリボリ前とか？そうそう。もうちょっと後ろの方だけどさ。確かに。だから、そこでね、ちょっとダンスできるりょうきくんとか、あとはりゅうへいくんとかがサポートみたいな。うんうん。してくみたいな感じで、どんどん精度を上げてくみたいな。そうだね。でも本人たちは結構さ、そのりょうきくんも言ってるし、振り付けも可愛いし、かっこいい振りになりましたとか言って。うんうん。うん。なんかあの、どんどん詰めてくみたいな作業の映像も流れててね。うん。なんかちょっと期待できるよね。そうそうそう。で、なんか中間発表のところに入って、なんか最初に歌う前にさ、俊介くんが全員が歌を歌えるっていう強みがあるチームだと思うので、全員が歌とラップできるような歌割りに編成して、パフォーマンスはランとリュックを中心にっていうなんか説明があって、その歌を歌えるっていうチームは確かにと思ってさ。まあそうだね。ね。みんな歌うまいもんね。うん。で、まあそれでね、まあちょっとだけ披露してくれたじゃん。確かにさ、うん、歌はほんとみんな力強くてさ、うん、超いいじゃんみたいな、私はね、もうそう単純だから思ったんだけど、まあそのやっぱ総評というか社長のさ、まあ、感想みたいなところで言ったら、うん、なんか結構最初にスタートのプリプロでつまずいたのが出ているねみたいな、うん、完成度の高さとかその歌い込みや振りに出ちゃってるみたいな、動線もあやふやだしみたいな、やっぱ結構厳しめっていうか、ちょっと良くはなっているけど、やっぱちゃんと指摘するとこは的確だったね。そうだね。まあやっぱさ、あのチーム A がさ、その比較としてさ、そのチーム A がみたいな感じでちょっと流れてたじゃん、うん、流れてたね。そうそう、あそこのすごいチームのやつを見ちゃってるから余計さ、そう浮き彫りになっちゃうみたいなとこあるよね、うん、どうしてもね。でまあしょうがないね、最後までできてもないのも事実だし、うん、まあ一歩遅れたっていうのもまあそうだもんね。そうだね。でもなんかさ、また社長語録でさ、名言がさちょっと出るじゃん、そこで出ましたね。そう、なんかさ、すごい結構ね、あの長いパートだったけど、パートっていうか、なんか自分が持っている世界が正しいことは 100% ないと、うん、ただ自分が持っている世界が完全に間違うことも絶対にないから、うんうん、揺るがない自分を持って、揺るがない自分の自信をすごく愛してあげて、うん、で同じくらい人はそういうものを持っているってことを認めて愛してあげてみたいな。そしたらなんかすごいアーティストですごい個性が共存したグループができるので、それを見たいですって。もうアーティスト云々の話じゃなく、もう全てがそうだからさすがだよね。いやー、ほんと、いや素晴らしいね。これもね、ほんと自分にもね染みたし、なんか自分の教訓にもしようと思ったね。そうだね。自分の世界が 100% 正しいと思ってる人の攻撃力の高さったらないもんね。いやー、わかる、めっちゃわかる。正義を振りかざしてくるやつはやっぱね、なかなかね難しいから、うん、そういう風にやっぱ認め合って愛するみたいな、自分も愛するしお互いを愛するみたいな精神は確かに大切よ。もう入信しとる、私やっぱり。しとるしとる。日高信仰入信なんよ、もう。うんうんうん。で、まあ、そのさっきもちらっと言ったけど、そのチーム A のさ映像とかも流れて、それを見てるさみんなの姿とかもあって、うんうん、でもそのね、他を圧倒したのがチーム A っていうテロップがあって、うんうん、その後にさ、このパフォーマンスが竜兵に火をつけた。珍しいね、太郎さんが風なんて珍しいよ、結構最初に言うの。これコナバルパートだよね。いや楽しみだね。なんか竜兵くんがどんどん、まあ最初は多分、まあこの、てかそもそもこの審査が辛かったって言ってたから結構ね大変だったっていう面があったと思うけど、うん、でもこういう風に燃えてくっていうのを聞いたらもうワクワクが止まらんよね。そうだね。しかもこのさ、うん、チーム A のパフォーマンス見てるとき、結構翔太さんとかさ、みんなさ、ブーとか言って手上げたりして、なんかランくんとかもわーってやってるけど、竜兵くんは特に手とか上げずに、もう、ふつふつと見てる感じ。
わかる。でそれであのテロップだからめちゃくちゃ気になるんよ。わかる、うまいよね。そうそうそう、なんかそういうのもね、いや龍平くんってさ、なんか表情とかには出にくいけど心の中めちゃくちゃ熱いタイプじゃん。そうだね。うん、それがいいよね。いやそう、魅力やばいのよ。うん、でもうこう何回でも言うけどで最後にさ、その龍平くんがインタビューしてて。めちゃめちゃ食べとるんよ。これポテチって言われてるんだけど、ポテチなんか。さあ、ポテチだね、多分。なんかさ、なんか一気に食べてない？そんなことない？2枚ぐらい食べてんな。食べ方はいいのよ。3枚ぐらい食べとるね、重ねて。いやー、いいよね。この生活感丸出しな感じも本当好きなんよ。確かにそうだね。本当だってか、あんまさ、あんま意識してなかったけど、本当なんかそうだ、部屋の中になんかロープみたいなの貼って、そこで洗濯物干しとるね。そう。なんかさ、しかも、うん、後ろのさ、なんか棚みたいなやつ、扉めちゃくちゃ開いてて、めっちゃ、閉めてってなる。インタビュー、別に普段はいいけどさ、インタビューするとき閉めてってなる。あ、ごめん、ポテチ2枚だね。まあいいんだよ、どっちも。どっちもいいか、どっちも。ちょっと分厚めのやつかな。うん、ちょっとね、片揚げっぽい、なんかあれなんかな。うん。めっちゃ、でもなんかもう、しかも、りょうきくんすごい真面目に喋っとるのに、食べながらポリポリポリってちょっと耳とか書いとるんじゃん。どういうこと？わかる。わかる。かわいい。いいね。その後さ、すぐリモコンいじってたよ。うん。いや、でも多分そこは、りょうきくんインタビューしとるから、ちょっと音量下げたんだと思う。ああ、なるほど。やっと気づいた。そう、やっと気づいた。やっと配慮したん。ああ、おもろ。ああ、最高。ねえ、いいね。てか、この二人デビューメンバーじゃん。うんうんうん。なんかさ、そう、デビュー後もこんな感じなんかなと思うと、ちょっと愛おしいよね。確かに確かに、うん、かわいい、うん、やばい。でもさ、結構りょうきくんいいこと言ってるのにさ、後ろのジュノくんのことしか言っとらんのよ。ちょっと待って待って待って。確かに、まあ、りょうきくんはとりあえず全員がいい気持ちで最低限パフォーマンスできるように持っていきたいから、アイディアとかもそうだし、なるべく促してあげるぐらいでいこうかなと思って、うん、思っているみたいな感じで、そう、なんかまあより協力するみたいな感じのね、姿勢がね、良かったよね。うんうん、そうだね。なんか本当にいい感じになってきたよね。みんながそのリスペクトっていうか思いやりみたいなのがどんどん増えてきて、うんうん、まとまりも出てきた感じだよね。そうだね。でそれでうわって終わったね。うん。いやなんかさ、てかでもなんかうちらスッキリ見てないじゃん。うんうんうん。当時の感じを見てなくて、まあスッキリって多分まあ。ニジプロの感じで言ったら多分ダイジェストで、もちろんね、ギュッとした感じでやってると思うんだけど、うん、なんか YouTube のコメントとか、うちらのコメントのところでもたまにあるけど、なんか、その当時のこのチーム B のなんか放送が、やっぱりりょうきくんが結構、なんかすごい簡単に言ってしまえば、ちょっと悪者っぽく映ってるみたいな、な感じ、うんうん、だったっぽくって、なんか当時そのスッキリだけ見てる人とかからは、なんかあんま印象が、なんかまだ良くないみたいな。ああ、なるほど。そう、でも、この YouTube とかもしくは Hulu の方で見て、全然そんなことないじゃん、みたいな、うん。そうそう、全然仲間思いでいい子じゃん、みたいな感じのがあったから、なんか結構ね、違ったんかな、みたいな。そのスッキリバージョンは。なるほど。そっか。さらに YouTube バージョン、さらにね、ダイジェストってなったら、やっぱりそういう、ちょっと強い部分とかが浮き彫りになりそうだよね。そう。だからさ、多分、両機ペンの方とかは、めちゃくちゃ、ちょっとかなりもどかしい時期。確かに、そうか、そっか。全然ね、YouTube だけ見てる我々は全然そんな感じしなかったもんね。そうそうそう。うん、ねえ、なんか、まあだから心苦しいよね。なんかまあ推しがさ、そういう風に悪変、まあいわゆる悪変というさ、うん、感じ、ちょっとまあ悪いように映るような編集されると、もうほんと、ストレスがすごいのよ。一回なったことあるから、ほんとストレスすごい。わかるわかる。まあそうだね。それがね、ほんと結果とかに結びついちゃう可能性めちゃくちゃあるもんね。そうそうそう。まあ視聴者投票じゃないからにしても、うん、やっぱなんかね、悲しい気持ちにはなるよね。なるなる。うん。まあでもね、その何回も言うけど、りょうきくんは全然もうほんと仲間思いで、うん、で今回なんか特に、こう、周りにどうとかさ、ね。うん、リュウタンだっけ、リュウタン、リュウタン、そう、リュウタンどうとかさ、うん、めちゃくちゃいい感じにさ、もう協力体制みたいなところをやってたからね。うん、すごいいいお兄ちゃんだったよね。うん、うん、でもまだ次があるからね。そう、めちゃ気になってんのよ。ステージもあるし。そっか。うんうん、そう、あとでもね、言ってもシャープ9の2でなんかさ、シャープ10の
1と2の、まあ、フールだとさ、多分一つの話だから、なんかその、うん、ちょっと言い合いになってるっぽいところのシーンもあったりしたから。そうだ、あの予告のとこ出てないもんね。そう。まあ、うん、それはやっぱりちょっと気になってるのよ。うん、確かにそれ次で見られるんかもしれんね。なるほどね。いや、すごい話、すごい展開だね。本当になんか、気になるね。ね、うん。まあだからさ、次の追っかけザストが、楽しみだよね。そうだね。